ヨハン・フェスリンクは、ドイツ生まれで、イタリアで働いた、解剖学者、植物学者である。フェスリンクの解剖書は、江戸に伝わり、山秋東洋の蔵書となり、解体新書の観光に際して、参考とされた、ヘスリン・ギース解体書として知られる。ドイツの民伝に生まれた。幼い時に家族と共に、ベネツィアへ移り、ベネツィアで医学を学び、 ベネツィア大学の解剖の執刀者として採用された。ベネツィア領事の個人医師として、エジプト、エルサレムに赴き、中東の薬用植物などの研究を行った。1632年に、パドバ大学で解剖学、外科の教授となった。弟子に、トーマス・バルトリンがいる。1637年にアルピの、アルピーニが没すると後を継いで、パドバ大学の植物園の園長に任じられた。 1641年に解剖書、シンタグマアナタアミカム、パブリシスダイセクシャナブス、インオードトレムユザム、ディリジェンターアプタトムを出版し、これは一般的な教科書となった。著者の中でリンパ系について論じた。血液循環の研究を行い、大脳動脈リンについてを最初に記述した医師の一人で、ある。日本語の記事 PDF。ありがとうございます。